はい。吉田隆の教え方チャンネルです、えー。今日は6年生の国語、僕のブックウマンについてお話をします。はい、えー。この話はですね、本好きの人にはたまらない内容ですね。 読むということで物語を読んで考えたことを伝え合うということが狙いになっているんですけどもねこれはですね私は初発の感想を、ね、伝え合うことで十分だと思っていますので、えー、感想ノートに書かせて子どもたちに発表させたいと思いますね、えー、それでですね4時間程度の扱いですので、えー、すぐにね内容の読み取りに入りたいと思いますねまず設定ですね えー、いつの話ですかということなんですけどこれは本文の後の解説に出てるんですが、えー、1930年代ですよね、えー、舞台はどこですか、アメリカということなんですけども、もう少し深入りしてね、アメリカのどこというふうに聞けばね、山のずっと高い不便なところですよね、ですからブックウマが来たわけなんですよね。 えそれから、いつの話かっていうのは、まあ、冬を越して、次の年の春までですから、ほぼ1年間ですよね。このあたりも子どもたちに確認をしたいと。えー、続いて、登場人物は誰ですかということでですね、一応、名前的にはいっぱい出るんですよね。えー、父さんと母さん、じいちゃんとばあちゃん、妹、それに3人の弟たちと。えー、ここでね、あのー、登場人物の定義は、まあ、一般的なね、えー、思ったり、話したりね、えー、する人。 動物、物のことですよという定義に当てはめてね選ばしたいんですけどもまあこうなるとお父さんとお母さんと主人公のカルとそしてブックウマとこうなってくるんですけどもえ妹はね話の中では非常に重要な役割を演じてはいるのですけれども一応ね考えたりね思ったりする場面ありませんこれ一人称カルの視点で描かれてますからえねあのこの妹のねラーク ラークの様子は描いてあるんですけども、思ったり考えたりという部分では関与してきてませんね。ですから、この定義にそうならば、えーね、ブックガールの人、お父さん、お母さん、そして主人公のルということになると思います。はいえー、次にね、ル、えー、は本を読むことについて最初はどのように考えていましたかと、まあ、あ役に立たない行為というふうに捉えてたんでしょうね。えー、この後ですね、あの必ず、ね、どこから分かりますかというところを子供たちに。 指摘させたいと思ひます、ねえー、暇さえあれば花をくっつけるようにして一日中本ばかり読んでいると、こういうところですよね、えー、それからあ鳥のひっかいた跡みたいな文字を睨んでじっと座っているのは我慢できないと、こういうところから分かるんだよというところを、まあえー、私ならです、ね、線を引かして見つけさせていきたいですよね、えー、次にです、ね、お父様は、ね、本を読むことについてどう考えていたかと。 なかなか分かりにくいんですけどもね、でもね、お父さんもやはり、本を読むことは大事なことだというふうにね、思っていたことがね、いくつかあ,のあるんですよね、えー、父さんはラークをちらっと見て、それから咳払いをして、ぶつぶつ交換しようと言った、本一冊と喜一が一袋だと、いらないなんていう態度は一つもないんですよね、またはありったけの野菜でも、父さんは何をあげようと言っても受け取ろうとはしなかった。 父さん、このような言ったですよね。やはりね、本を読むことに価値があるってことは分かってるんですよね。じゃあ、お母さんはどうか。お母さんは後半の部分で出てくるんですけどね。 一番象徴的なところはそれに本を読める子をもう1人増やしていただきましたのでと、ね、ですからこれやっぱりね本を読むことに価値があるということは分かっていたわけなんですよね、えー、ちなみにですねお母さんが大切にしているキーチンを使ったパイのレシピだと,ということはですねお母さんこれ、ね、読み書き当然できるわけなんですよねただ、ですねこの物語の中ではですねお父さんもお母さんもこの主人公の彼に対して、ね、本を読みなさいというようなことは一切言ってないんですよね妹もそうですよね これがまたこの作品の面白いところなんですけどもね。はいえー、さて、えー、そしてですね、そのカルですね,あれね,あれね、本に対する考え方が変わっていくんですけれども、カルの本に対する考え方は変わりましたかと。これもね、それはどこから分かりますかということで、えー、後半部分に出てきますね。えっ、ー、と、僕は抱きかかえていた本を開いた。もう本を大事ってことが分かりますよね。えー、それからあ僕も 微笑み返したとこういったところから本に対する考え方大切なものと、ね、いうことが分かってくるわけなんです、えー、そこで、まあ、物語教材の一番一般的なやり方なんですけどもねこのねカルの本に対する考え方ががらりと変わったのはどこですかということで、えー、見つけさせたいですよねどうでしょう、えー、僕は文字と絵の描いて絵のある本を選んでラークの方へ差し出した なんて書いてあるのか、なんて書いてあるか教えて、とこの部分だと思いますね。えー、まあ、一生懸命ね、ブックマンがね、雨の日も風の日も雪の日も運んでくるのを見て、本ってそんなに値打ちのあるものなのかなと思い始めて、ついにね、本を開くと。そして、えー、その冬ですね、えー、まあ、 家に閉じこもっての生活だったんだけれどもね、ねちっともそういうことが嫌にならなかったっていう記述があるわけなんですよね、まあ、このあたりを抑えたいと。えー、それでですねまあ、ここだけでもいいと思うんですがね、ね題名のね、えー、ところにちょっと注目しても面白いかなと思うんですよね、えー、題名は僕のブックウーマンです、僕のをつけた理由はなんですか、ブックウーマンとせずに僕のをつけたってことですよね、各女子ののなんですけどね。 僕の僕のブックマン、僕の所有というんですかね、僕の先生というような感じで使ってると思うんですよね。えー、ね僕のブックウーマンというふうにした理由は何だと思うとね、僕に本の面白さを教えてくれたブックマン、えー、僕にね、文字を読むことの楽しさを教えてくれたブックマン、そういう思いがあって、こういう題名になったんでしょうね。まあ、えー、主題は何ですかというようなところに行かずに、こののに注目させることで、このね、 お話が何を伝えるのかっていうこともよく分かってくるんじゃないかなというふうに思いました、まあ、なかなかね、あのー、面白いといいますかね味わい深い作品で、まあ、音読なんかもしっかりさせたいというふうに思います YouTube 動画とは別に吉田隆チャンネルというホームページを運営しています毎月行っているセミナーの案内教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますのでぜひご登録をお願いします はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。